や、タコで落ちたら受け取った色から修行させる。その話し合いの中で浪江町でこれから野球もチャレンジできる場所だと思います。なので浪江町はお子さんの人と一緒に浪江町でアクションを起こせる。ベタなんだけど、やっぱり釣りとかキャンプ場を作りたい。あ、でっかいキャンプ場、でっかくなきゃいけない。10ヘクタール、10ヘクタールでっかいキャンプ場。町おこしの活動本格化をいたしまして、一人でも多くの町民の皆様が浪江に帰ってきてもらいたい、そういう思える環境整備ですね、それを進めながら多くの人々がですね、訪問したい、あるいは住んでみたいと思える町づくりを目指していきたいというふうに思っております。北関東ですけど、このような感じで、ビールを整備、最初はちょっと1店舗でもいいんですが、次は居酒屋の購入数だんだんと増やしていくという感じで、イノベーションコストに合わせてイノベーションのイノが改変化をしていくというイノベーションと、そしてイノ道みたいなのを考えてやろうと。で、ここに来るには、例えばここに来た時のオーナー制度になって、10万円の必要なんかで、まあ、地元でやって、まあ、地元で子どもたちに来てもらって、まあ、僕らが教えて、で、まあ、そこからこう作品を応募してもらったりっていうのが、できたらいいなっていうふうに思ってます。なので浪江で活躍する浪江ロボットみたいなものを、もう公募してもらえるといいなと思ってます。そういう風になっていったという経緯があって、で最初の一人を呼んでくることが常に大切だっていうことなんですね。今一回浪江でゼロというか、一回避難されて戻ってるんで、最初の一人、外の人っていう、誰呼んでくるのかなっていうことが大切だとすごく思っています。ハワイズの場合は応援してくれる人だったという意味ですね。で、次の例に見てほしいんですが、外からの流れを作るにはどうしたらいいか、最初に呼ぶために必要は、呼ぶために必要なことっていうのは、目的地化と書いてるんですが、目的がない人は通り過ぎていってしまって来ないので、浪江に自分の目的があるんですという人を作らなきゃいけないと。で、はい、それでは一般なんですけども、私たちの班ではですね、まず浪江町の方に人が帰ってくる、人が多く帰ってくるためにはどうしたらいいかということで考えさせていただきました。で、まず観光で人を呼んで、で人が来ました。で人が来たら男と女が出会って結婚して、で子供が生まれて家庭ができて、で、まあ、家庭ができたら、まあ、レジャーですね、娯楽施設とかがないと、まあ、ダメだということで、その流れで考えさせていただきました。僕らで話し合ったアイデアで2つちょっと面白いのが出たのでご紹介しますと、地域仮想通貨浪江コインっていうのをやろうと。で、まあ、今ビットコインとかブロックチェーンみたいなのが流行ってると思うんですけど、まあ、そういうのを使って例えば、浪江に移住してきたらビットコインというか浪江コインを何万であげますとか、地域の中で使うとそのうちの一部がなんか還元される、あるいはなんか未来に投資されるとか、なんかそういう仕組みを作る、県外から県内とかの情報とかお金の流れができて、そこで交流がまた生まれるみたいなことが生まれるんじゃないかというので、地域仮想通貨というのを1個挙げました。でもう1個が、副業オールオッケーみたいな街を作ったら面白いんじゃないかみたいなことを思ってて、例えばもう役場の人間も例えば週3しか働かなくて、週2日はなんか別の街の仕事をする、とりあえずお互い助け合うということを前提にした街づくりみたいなのをすると、まず面白いんじゃないかと。一見として出たのは、まとまったのは、まあ、大型地帯レジャー施設を作ろうと、温泉やセグウェイとかゴルフ場、アスレチックなどを作ろうと。で、全体のカテゴリーとしてもルートハーバーとか港区とか空港を作ってたら人呼ぼうという空港とかあって、一括りとしてすると結構娯楽に関するテーマが多かったんで、また私こういうどっちかと凍りそうなんで、もしこう桂村がこのまま廃線になった場合ですね、どこに収集されたら多分波だなと思って。なぜかというと、やっぱり浪江の記憶があって、でさっきの外役さんの話聞いて思ったんですけど、子供の頃の記憶ってどっちかというと、僕すごいアニメっ子でガンダムも毎月新しく買うんですけど、こっちの記憶じゃなくて、それをサンプラザっていう商業施設を買ったとか、
三原で買ったっていう曲があって、多分やっぱ情報だけじゃなくて土地にも結びつけないといかないなっていうのはちょっと思いました。その食と、名所巡りの、駅伝大会とかいうことをやってもいいんじゃないかと。まあ、いろんなところでマラソン大会をやってるんですけども、駅伝という視点はないので、駅伝ということでやったらいいんじゃないかという話が出ました。それから、私は先月から浪江に住んでるんですけども、水道水を飲んだ時にうまいと思いました。で、浪江は全部地下水なんですね。で、その水が本当に美味しいんですよ。別の町、南相馬にそれまで住んでたんですけども、全然違う。逆にこれ瓶詰めして売ったらどうかなというふうなこともちょっと考えました。あと最後になりますけども、遊ぶところとか、やっぱり心が元気になるところ、さっきホストクラブとか、そういう話も出たんですけども、そういうこともひっくるめて、心のイノベーションコスト構想みたいな話がですね、さっき出てまして、少し心を浄化して元気になるような意味での施設像みたいなのがあったろうという話がありました。以上です。これ今までもですね、私も2年半この現地対策本部長をやって、ちょうど僕が就任した時に田村と川内が解除されて、そしてその後奈良派で、去年の南相馬、そして桂尾と、でずっとやっていくとなかなかみんなが帰ってこない。でところがね、まずは除染の作業員の方もいるし、で第一原発そのもので1日今も6000人の人が働いている。でこの6000人の人たちは、まあ、いわきが一番多いんだろうけど通ってる。で夜でどこで過ごしてるかってやっぱりいわきで飲んでるんだね。でも浪江ってのはそういう、昔はこの双葉の、まあ、僕は誰かが聞いたんだけど双葉の六本木だったっていう、うん、だからそういう意味ではやっぱり気合入れてもう一点突破全面展開じゃないけどやった方がいいんだろうなっていうすごく思いがあります。あとやっぱり夜ね、明かりがあるとすごく元気になるなって。でそういう意味ではこの一号提案ってすごくいいかなと思いました。本当に私ら役所からするとですね、非常に頭が固いことばっかり考えてて、まあ引いて言えば緊張感っていうんでしょうか。でところが今日のような提案はですね、やっぱり心にこのゆとりができてくるということで、楽しい、久しぶりに楽しい会議だったのかなという感じがします。まあ、いつもいつも役所の法律に縛られたペーパー見てますね、何やってるのかな、こっちはとか思うんですが、まあ、今日のようなですね、フランクな話、そして若い方の発想、これは非常に私が心のイノベーションをいただきました。今後ともこういうゆとりを持った中で町再生に向けて皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。